ということで始まりました、東京 FM 青森山形長野新潟山陰 K-MIX 愛知広島愛媛高知長崎鹿児島、皆さんこんばんは、シングライクトーキングの佐藤筑前です。そして今夜もやってきてくれました、こんばんは、藤田千明です。はい、ということで、皆さんいいですかね、ツアーじゃなくて梅雨に入りましたですよ。もうかなり経ちますよ、入ってから竹さん。僕ねあれ買ったんですよ去年。何？あの除湿機。除湿機、あの部屋で、うん、あれ除湿機ね部屋につけるとね、うん、結構あのエアコンで温度を下げると寒ってくるんですけど、うん、除湿機でやるとね、うん、乾燥するから、うん、結構蒸し暑くなくて、うん、気温は下がらないんですけどね、うん、結構寝れるんですよ。なるほど。と思ったら、うん、その加湿除湿機ねガーッとうるさくてそれで寝れないんですよ、ね、なかなか世の中ままならないなという、ね、長所もあれば短所もあると。そうです ね今日はまあ僕と千秋が最もやりたかったパターンのラジオで2時間、うん、タラタラトロトロと藤田君と佐藤君と横に SN さんいますし、そういう軽快でトロトロなタッチで行かせていただきたいなと思いますね。2時間よろしくお願いいたします。お願いします。藤田先生よろしく、はい、よろしく佐藤さん。1曲目 ECA で My Eyes Don't Dry。
佐藤竹仙のノルソル。ということで今日は BGM なしですから、ね、極力この2人が、あれですよ、下北沢の外れの飲み屋にですね、行って2人でタラ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 話して、気がつくと4時とか、ちょっとそういう雰囲気を展開してみたいなと僕は思うんですけどね。なるほどね。あの入り船って飲み屋がありましてね。やめろよ。ここはですね、これは僕らめったに行かないんですけどもね。行くとそういい雰囲気なんだよね。もうね、おばちゃんがやってるんですけど、おばあちゃんですかあれは。うん、もう ね、この道30年と40年とかね。40年とかね。うそういう世界ですね。それでまずいんですよね。おでんとか何しろ、本当にまずいんですよね。これがね、いや入り船いっぱいありますか。電話帳行くと入り船だけで20件ぐらいあります。なるほど、ね、俺見たわけじゃないですけども。いやね、そこ行くとですね、最近やっぱり業界関係者が多いみたいですね。なるほどね。ね。それであのなんかこの人生に疲れたってんですか、うん、この愚痴を言うことで一日の半分使ってるような、そういう方がやっぱ多いですね。ですね、うん、でもそこのばあちゃんがやっぱり優しいんですよね。そうそう、もう帰るまで開けてくれますから。何はともあれ おばあちゃんあれですか、うん、お疲れ様、これを忘れないですか。何はともあれお疲れ様、お疲れ様、何今日仕事だったのかいとか言いながらね、うん、そうそうそう、はいかなんか言いながら、そうなんです、俺がいいんだな。でおでん、あおでんか今日はいいよとか言って、うん、全然良くないんですけどね、いいよとか言ってですね、で出てくるんですけどね、あれどうやって出し取ってんだかっていうぐらいにね、そうね、なんか食えちゃうんだよね。そう、いや僕らやっぱりあれですね、どっちかっていうとおしゃれなバーとか、なんて言うんですか、酒がうまい魚がうまいとかいうのもいいですけども、どっちかっていうとこのわびさびの、そういなたいという、ね、いなたい、このさびもね、いわゆるさびついたのさびの方の言葉がなんか似合うような、なんかね、そういうような場所でやっぱり飲むのが結構好きですよね。結構好きだね。うん、これであのそのカウンターにな、大体10人ぐらいしか座れないのにですね、この席で例えば真面目に、いや部長がさとかって語ってるやつもいれば、こっちの方でなんかこの70ぐらいのじいさんと、絶対このじいさんに囲われてるだろうなっていうような、あのね、やめろ、あの夜の ね関係の方とかがですね、しんみりこう話してたりとかですね、そうそうそう、いろいろありますから、いろいろあってね、人間模様、そうで干渉しないんですけども、おばちゃんがポッとなんかこう言葉を出してですね、いや今日はね、今日はちょっとね、ちょっと仕事でね、いろいろやってきたんだよとかって言うと、一応こうみんながふっとこう顔をこっちへ向けて、そうでなんか良かったねみたいな話をすると、とりあえずみんなニコッとして、それでまたこう自分の世界へ戻っていくと、なんかそういうのいいですね。いいですね。なんかバスへのっていう感じでね、バスへというかね、この人類の機微みたいな ねとこでございます ね西村ってあんまりそういうのほら味合わないじゃないですか、あいつ、寝るの早いですから。あいつの場合だって自分がそうなっちゃうからね、あいつが人類の機微ですからね。そうだってもうどこでもさ、だって西村の場合さ、どこでもさ、あのあれだよ、ここになんつうの窓作っちゃってさ、そう腕で、そう、すごいラジオ聞いてる人分かんないと思いますけどね、こうね、僕の親父もよくやるんですけどもね、酔っ払ってくるとこの膝の上にこの手をついて、そうこの腕の内側とどこのね、体の中に窓ができるんですよ。そう窓ね、脇が開いちゃう、脇が開いちゃうんですね。そして窓作るなとか言ってね、そうよく西村に行く行ったりしますけれどもね、窓作ってる時はだいたい目座ってる時ですから、ね、そうタケちゃん俺はね、なんか言い出した。そうそっくり。普段はね、タケちゃんとか言ってるのにね、酔っ払ってタケちゃん、タケちゃんとか言っちゃってる。俺はね、俺は違うんだよ。そうなんだよ、分かったよっていう。ね、まあいいんだけどさ、そういうやっぱり飲み会がいいなという。うん、それもいいかなと。だからやっぱりこのラジオの喋りでもございますねというフレーズがやっぱり多くなってくるございますね、僕らの場合は。ここでですね、あのハガキが来ておりまして、鹿児島からです、エリちゃん14歳、シングルエクトーキングの皆様、月刊角川の立体特集に出るそうで、おめでとうございます。立体特集、絶対7月になったら発売日に買って読むから、これからもお仕事頑張ってくださいねということでですね、そうなんですよ、実はですね、この月刊角川さんの方からですね、この素晴らしいこのロングインタビューですね。そうですよ、届きましてですね、月刊角川黒星さんからファックさん来て、いつもお世話になってますというふうに書いておりまして、この月刊角川、僕らの立体特集を記念して、この月刊角川のサイン本、これを5冊この番組でプレゼントしちゃおうと。くわー、すごいですよ、それ太い、何しろこの内容、これ僕と千秋と西村3人ともきちっと分かれて、ページ数がっぱり取ってありますからね。そう、がっぱりがっぱりがっぱり取ってます。僕はスピリチュアルメッセージ、
タイトル、ポップスは永遠だからと、なんか昔のフォークバンドみたいなタイトルがついてますけど、ポップスは永遠だからとか言いながら、このよりなんて読むんですかこれ、ちょっと先生、何これ、よりたくましくたくましく、ごめんなさいじゃなくて、うん、たくましく自然体になった今の彼が思うシングライクトーキングの音楽性について佐藤氏が語る、うん、そして藤田千秋による全アルバム解説、うん、ベストアルバムリユニオンを含む7枚のアルバムをレコーディング当時のエピソードを交えて藤田氏が語る、そして西村智彦、うん、プレイヤーズモノローグ、タイトル出会いからの日々ね、ギタリスト西村氏のタギちゃんが出会いからの日々ですよ。タギちゃんの結果かどうかないね。ギターの出会いから理想のギタリスト像までギタリストという視点から西村さんの内側を探るということでね、ちょっとこの原稿のこのあれが上がってきてるんですけど、これなかなかいいこと言ってますよ。これはね、なかなか本当に感動的なんですね。特にね、僕のインタビューとかはですね、長いだけあって、やっぱりこのいろんなところで話してきた中で、最も僕が言いたいことがきちっと表されてます ね。これは保存版ですね、うんうん、ということでですね、うん、この月刊角川といえば字が主体ですからね、うん、やっぱりやっとシングライクトーキングもね、こういうところでお話できるぐらいになってよかったね、チョイス先生。皆様のおかげでしょう。入り船のおかげでしょう。入り船じゃないでしょということで、そうです、それでね、このサイン本5冊は、うん、送ってくれた人のハガキの中から抽選で、うん、5枚選んで5冊サイン入りでね、プレゼントしたいと思いますよ。そういえば僕らのあれも出たでしょう、うん、譜面。あ、そうなんですよ、譜面本、僕らの楽譜も出たんですよ。楽譜本、ピアノだけで弾けるやつとか、バンドスコアとかね、うん、僕ら昔あれですよ、高校時代ディープパープルとか ね、あって、あの本屋買いに行ってね、うん、よくスコアやりしたもんですけども、うん、西村さんなんかは中学校高校1年の時ギター始めてまだスコアとか出てなくてね、うん、それでスティーブルカサ、トトのスティーブルカサと同じレスポールの金色のギター買った方がいいんですけども、うん、スコアとか出てないもんですからね、うん、明星のヤンソン、ヤンソンで、さだまさしさんのカカシとかですね、ルカサの金色のレスポールでアルペジオコピーしてましたからね。それでもとりあえずなれるんですよ、プロにね。たとえタゲちゃんでも、うん、はい、ということで、じゃあここでシングライクの曲いきましょう。ステップスオブラブ、ピオボックス、うん、ね、うん、ドヒョーンとびっくりした話。これさ、この間俺が来た時からずっと言ってない、これ。そうですよ。何これ、3週間ぐらい前になりますかね。すごいよ、うん、ということで、もういっぱい溜まってますよ。そうですね、ええ、皆さんお待たせいたしました。そうですね、はい、ここに来ております、うん、チェリータミちゃん、米沢市、山形県、山形県もいいとこですね。うん、山形県この前初めて行きましてね、キャンペーンでね。千秋行ったじゃないですか。行きましたっけ。行ったじゃないですか、西村も一緒に。それで、クラブかなんか行ったんですよ。あ、そうですか。それでね、クラブかなんか行ったらね、やっぱりあれなんでしょうね、ああいう山形って言うとやっぱりね、うん、青森と一緒でですね、うん、やっぱり青森と一緒にしたら怒られちゃうかな。青森と一緒でですね、うん、やっぱりほら派手な商売ってのはあんまりないじゃないですか、うんうんうん、ね、だから僕らこういうのやってると、うん、やっぱりとりあえず派手じゃないですか、うん、中身はどうあれね、やっぱりなんか人から派手に見られがちですから、うん、やっぱりこう若い雰囲気で入れるんでしょうね。若い雰囲気で、そのクラブ行って、うん、22人ぐらいですかとか言われちゃいましてね。ああ、それ言い過ぎでしょう、ね、で30とか言ったらですね、30って言ったらもう上がってますよみたいな、あ、サラリーマンの方とか。なるほど、まあ、確かにね、うん、同級生とか青森とか帰ると、うん、これぐらいの年になるとね、うん、行っちゃってる人とこの若くさをキープしてる人、このね、格差が激しいですね。激しい、どんどん激しくなりますね、うん、まあそれ行っちゃってる人だって、うん、ほら鹿島アントラーズの、うん、ジーコじゃない、アルシンド、アルシンドぐらいに、うん、ハツラツとね、ねえ、うん、あれぐらいだったらいいですよ、うん、であだ名カッパなんですってね、あの人アルシンド、カッパ、カッパ、アルシンド、でもカッパってでも愛嬌があって、それでバーンとかいい、パワフルでしょ、得点王ですからね、え、うん、でもその言っちゃってる僕らの同級生、カッパなんてつけたらもうカッパですからね、ただのカッパですからね。やっぱりあれじゃないですか、うん、人のノリっていうのがね、うん、こうなんていうの、うん、こう例えば仕事でもさ、うん、こう燃えてやってると、うん、結構こう
見てくれはともかくとして、うん、溢れるこうエネルギー感で、うん、こう見てくれもこう補われてる部分あるんじゃないですか。それはあります、うん、絶対。だってあの僕のほら高校時代の担任が、うん、あのコンサート見に来ましてね。ああ僕らの時ちょうど29ぐらいだったんですけども、和正先生、伊藤和正先生、うん、その人は今40ですよ、うん、全然変わらないんです。そうびっくりしちゃったもん。びっくりしちゃってですね、ほんとやっぱりあれですよ、本人次第でしょ、うん、本人次第。まあ行く行かないは本人の意思じゃないにしても、ね、ということでドキョーンとびっくりした話ドキョーン、チェリータミちゃん、うん、米沢氏、うん、タケちゃん千秋先生こんにちは。こんにちは。先週といい今日といいエッチなタケちゃん全開ですが、うん、面白いと思いつつもやはりコスケベを保ってくださいね。そうだよね、やっぱり品があった方がいいわね。そして土俵で土俵ということですが、そうですよ、土俵で土俵だったんですよ、ことですが、最近私の周りで起こったことで探してみました、うんうん、ズバリ姉が妊娠急遽結婚に。今週の土曜が結の7月17日土曜が結婚式とバタバタと決まってしまいました、うん、聞いてないような一言につきますね。それやっぱり言ってられる状況じゃないでしょとりあえず、ね、いややっぱりね、うん、この前あの本当に幼妻っていうなんか特番やってましてね、テレビで。 お前が幼妻って言うとなんかやばいね。いやいやそうじゃなくて幼妻っていうねなんかドキュメントやってましてね、うんうんうん、もう女の子16歳、うん、夫が18歳、うんうん、それで2人で、うん、あれなんですよ、旦那の実家に住んでるんですよ、うん、旦那の実家お母さんが42歳とかなんかそうです、うん、3人で暮らしてるんですよ。すごいですね。でもその幼妻っていうか旦那さんも幼いわけだから、うん、そうなんですよ、ね、まあ2人にとっては別にあれなんでしょうけど、うん、長く続くといいなと思いますよ、あの見ててね。本当に、うん、本当に続いたい人もいっぱいいますけども、やっぱりあの大丈夫かなっていうね、ままごとって感じですからね。やっぱりね、うん、あの物事がね、うん、まだあの社会に出て間もないわけですからね、うんうん、やっぱりこれは心してね、やっぱりあれでしょうね、うん、周りの助けが一番大切なんじゃないですかね、うん、それ幼妻っていうね、まあ、24歳ですからもう幼くないですよ、まあ、頑張ってやってほしいなと。成熟妻ですよお前ね静岡県の成熟って佐藤子さん16歳。あれは私が小学生だった頃、ある日曜日某デパートへ家族で買い物に行った時のことです、うん、その当時まだ試着室が今みたいなドアではなくカーテンでした、うん、私はフラフラ歩いていて試着室の前を通りかかるといきなり人が倒れかかってきたのです、うん、試着室の中の人が倒れてきたので当然服を脱いでいました。その人はジーパンを履こうとしている時にバランスを崩しカーテンを掴んでしまったようです。これあるんですよね。これはよくありません、ありませんちゃき家で何あの履こうとして履こうとして片足うまくいかないでこう横にパタってこういくやつありますね。俺もう激打したことありますもん激打頭の横ダーッとか言ってそういう時にね誰かに見ててほしいんですよね。見ててほしい。なんで、うん、そうすると「あいたー！」とか言って、うん、そうすると笑ってなんかその場がすね、あらまあみっともないなと一人まがまつでしょ一人でやってる時ってねすごい情けないんですよ。自分でこう抑えながら「あー！」とか言いながらねそして、ファックス最後の一面ですね。ファックスネーム出前はやっぱり大仏屋さん、うんうん、ドヒョーンとしたことですが、うん、今オカマの話をしていましたが、うん、これだいぶ前ですね今つってもこれファックスですからだいぶ前です。私はレズのお姉さんに好かれたことがあります、うん、そのお姉さんは隣の会社にいたのですが、それは以前から気になっていたのという怪しげな告白の後、うん、それは以前から気になっていたのという怪しげな告白の後、うん、後ろから抱きつかれるというものでした、うん、思わずもう少しで耳を舐められるところでした、うん、あれはちょっとびっくりしましたよ。ちなみに私はショーン・レノンに似ていると言われる男顔ですそういえばそういえば以前ボーイッシュなショートヘアにした時に中学生に、うん、岡田と指を刺されたことがあったし、私って誤解されやすいんですクスンということでね、うん、そうなんですよ。僕もねそうなんですよ、僕もって言ったらあれですけどその岡田さんの、うん、ホモさんの方がねこの前も言いましたよ放送で、うん、でもね浴衣着るとね、うん、普通男は凛々しくなるじゃないですか、うんうんうん、もう浴衣着るとおばさんになっちゃうんですよそう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 なんだそうなんですよ、そうなんだ、そうなんですよねこれね露骨なんですよねそうなんだよ、ということでね、まあレズね、これはね僕らがよくあのセッションやってる六本木の、うん、あれですよね、バレンタインというライブハウスの、うんうんうん、その下がラキラキっておかまばですけ どこの話で面白いのあるんですけども、とりあえず、今度したいと思いますね。来週の PO ボックスのテーマは、大災難、大災難、うん、
災難ですね。だからびっくりした話とあんまり変わり映えはしないこのテーマでございますけど、ああ大災難、災難をこう起こったってやつをね、うん、一つ、送ってほしいなと思いますね。ありますね、ということで、お送りしてる曲はワークシャイでバッドアライブ。ハガキの宛先は郵便番号 102-80 佐藤筑前のノルソル。耳なめ音楽館。久しぶりにこのエッチな BGM 聞きますけれどもね、実はそんなにエッチな歌じゃなかったんですね、ということで今日はエコーがいつもより聞いておりまして、お風呂場っていうよりもなんかすごくでかい温泉にいるようなそういう、まあ、エコーでございますけど、今日ご紹介するアルバムはポール・サイモン。ポール・サイモンの超名盤ですね。これはですね、ポール・サイモンがサイモンとガーファンクルを解散してその後ソロ活動を始めますが、どん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 彼はこの R&B 色そしてジャズ色が彼の音楽性の中にこのどんどん溶け込んでいったですね、まあ顕著な、これはもうそれを象徴するようなアルバムですね、この恋人と別れる50の方法というアルバムなんですが、 A 題が Still Crazy After All These Years というアルバムですけれども、これはまあもう言わずと知れた、やっぱり彼の大成功につながったやっぱりスタッフというニューヨークのグループ、このグループの後押しによって作られた最高のアルバムでございますね。本当にまあこのアルバムはですね、いわゆるニューヨークというものを感じさせるこのスタッフの演奏、これのもとにですね、フォーク、カントリーを基盤にしたポール・サイモンの幅広い音楽性がかなり感じられます。このアルバムはですね、さだまさしさんのバイブルにもなっているアルバムでございますね。特に詩の世界であるとか、まあ、この辺は、CD なんかで皆さん買っていただいて歌詞カードを見ていただくと、その辺のところも大きく感じれるんじゃないかなと思いますね。ということで、とりあえずこのアルバムは皆さんやっぱり50年は聴いていただきたいというそういうアルバムです。でニール・サイモンなんかの映画を思い浮かばせるようなアルバムですね。それでは行きましょう。今日はちょっと英語のチェックがいまいちですんで、関東詞などのミスがありましたらごめんなさい。ということで
I want to find this type of situation to say it. It's so hard to find it. It might depend on destiny. Anyway, it's called Still Crazy After All These Years by Paul Simon. いまだに君に首ったけさっていうそういうタイトルでございますけれどもね、まあ、今回のこのアルバムでやっぱりチェックしていただきたいのはこのスタッフというグループでございますね。一口目もスタッフ、このグループ、まあ、スタッフというグループでも、素晴らしいこのフュージョンのセッションアルバムをたくさん出しておりますが、かなり R&B ブルースに根ざした、まあ、ジャズフュージョンというところでございますね、スティーブ・ガット、コーネル・デュプリ、ね、エリック・ゲイル、クリス・パーカー、リチャード・ティーもういろいろおりましたけれども、まあ、その方たちが構成しているグループでございまして、このグループはさまざまなアーティストのバックをやっております、まあ、ポール・サイモンに始まり、カーリー・サイモンであるとか、まあ、いろんな人のバックをですね、グループでもやっておりますし、バラ売りでもやっております。バラ売りだってバラ売りでもやっておりますね、まあ、その辺のミュージシャンがやっているレコードであればまず間違いないと言ってもいいんじゃないでしょうか。特に70年代80年代の初頭、この辺でこのスタッフのメンバー、これに目をつけてレコードを探してみるのもいいでしょう。ということでもう一曲ご紹介いたしましょう。恋人と別れる50の方法というタイトルですが、これはなかなかこの、おっという辛辣なタイトルでございますけどもね。 And I don't want to be in this situation to say it, but maybe Paul put a deeper meaning into this song. I want you to feel it with this lyric. Song is 50 Ways to Leave Your Lover by Paul Simonproblem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myselfAt the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could doTo make you smile again, I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover.50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to meOn the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
マンホールということでマンホール、マンホールのコーナーですね。ペンネーム肉布団ちゃん、うん、私が高2の時のことです、はい、バイトで稼いだお金でギターを買いに行く時、うん、高い買い物をするからと言い父がついてきてくれたのです、うん、私は中学高校とサックスをやってました。ギターを買い店員と話をしていると父がセックスいくらと言ったのですって、これどういう意味でしょうか。なんだろうそれ。あ、何のこと。あね、え、サックス、サックスをセックスって言ったんですかね。でもこれ店員さん女だったんでしょうかね。これね、どうなんでしょう。ねえ、お父さん入りそうだな。いやーでもこれ俺お父さんにはなりたくないですよね。こういう時の。そしてもう一枚、これがですね、はい、ペンネーム筑前さんがたくましいにちょっと似てるというもっぱらの噂ですよ。うん、チェキ先生。最近あるよね。うん、この前ね、うん、小田さんがね、小田さんにと飯食いに行ったでしょ。うん、そしたら筑前さたくましいに似てないっていきなり言ってる。でしょっつってね、うん、なんで俺がでしょっつったかというと、うん、その前にたくましいさんと小田さんと俺と他にいろいろいてですね、うんうんうん、一緒に飲んだ時があったんですよ、うんうん、その時小田さん俺たくましいに似てるって言われるんですよたまにとか言ったらですね、うんうん、だってあいつ痩せてるからなとかって小田さんにあっさり言われて俺でそういうの忘れた後ずっと立ってから似てないとか言ってね、あの人の無責任なこの性格を私は見たような感じがしましたけどもね。そうでしょ。今日は突然の雨降りに持っていた緑のゴム製水泳帽をかぶって家に帰った過去を持つ親友のエッチちゃんの話ですってこれ彼女は某クイズ番組に出場するためにパスポートを取ることになったので、うん、パスポートを申請しに行ったんです、うん、JR 緑の窓口にうちでは国内の切符だけで外国へのパスポートはちょっとねと丁重にお断りをされたそうです、うん、JR ってパスポートは扱ってなかったんだねと彼女は新しい発見をしたように私たちにしみじみと話してくれました、うん、ということで、可愛いじゃないですかね。今学校の小学校の先生になってるそうですよ JR にね、ということで僕の先輩はあれですよ、もうあの何でしたっけ、あのアメリカ縦断なんとかクイズウルトラクイズニューヨーク行きたいかってやつあれに出るっつんで、うん、張り切ってパスポートって青森からですよ、うん、青森からパスポートしたら青森県庁に申請してその上に取りに行くのにあれですよ東京まで来てそれで戻って、うん、それで後楽園ですかなんかでやるんですよね、うん、あれね、ドーンってもう気合い入れて金も貯めて、うん、でバーって行って、うん、1問目でバズするんですね最低もう全然ダメですね1問目ですからね何しろあの何万人と何万人に分かれるあのなんか情けなかったですよね。それしたんだな、そのまま5年でちゃんと期限切れちゃったそうでございます。なるほど。島根県の、ケイスケ16歳、うん、こんばんは筑前さん、マンホールのコーナーということなので穴に関することをお便りしたいと思います、うん、なんと僕はお父さんがお母さんに血源を抜かせているのを見てしまったのですちょっと待ってよお前そう、血毛とはケツの穴の周りに生えているあの毛です。チカチカする毛抜いてくれという父の血毛を汚いわねと言いつつも抜いている母、僕はショックでした。なんて夫婦なのでしょうということで、ショックを受けることはないと思うな。これ仲いいってことじゃないですか。いや俺千秋がだって誰かのどっかの女の人に血源抜かれてる姿見たらやっぱショックですよ。俺はそりゃそうかな、見たかないでしょ俺が血源抜かれてる姿。そりゃそうだけどさ、その、まあ、お父さんとお母さんが血源抜いてること自体は、うん、それは夫婦として自然なんですけども、うん、その自然であることすらを通り越すぐらいのおぞましい姿でしょそれはそうだよね、血源なんだ、血源ですよ、血源抜かせるかね。しかしねえお父さんもね、でもあれやっぱり切ったりするとチクチク刺さるんじゃないですか。そうなの。そうでしょやっぱり、うん、とやっぱ生えてきますからね、ほっとかれないほどたくさんあるってことかな、じゃないですか。すごい人いるらしいですよ、もう回しみたいに生えてる人がいるらしいですそれということでございまして、それ作ってるな、じゃあとりあえずこのマンホールのコーナーね、口直しに曲いきたいと思いますけどもね口直しこのジャミルクワイ、このねやつこいつねすごいんですよ千秋先生、うん、かっちょいいんですよ、かっちょいい、ほんとかっちょいい、うん、こいつねまあ、ファンクとかロックとかいろんなジャンルがですね、こいつジャズファンクからね、うん、全部身についてるんですけど、分かってる、分かってる、ね、こいつなんかアルバム8枚契約かなんかしたんですよね、一気にたったシングル1枚で8枚契約させたんですよアルバムの。すごいすごい、音聞くとねもうそう、もうそういう感じです、スケールが違うね。ちょっと来日もするそうですから。ジャミロクワイ。If I like it, I do it.
人には筑前のノルソル、寝ている人にも筑前のノルソルということでね、うん、ここでちょっと面白いハガキが来てますよ、うんうんうん、宮崎県のゆうこちゃん、ゆうこちゃん、宮崎県というとポッキーがね、ポッキーね、この前大活躍していただきましたけどもね、ポッキー、私はシングルエクトーギングのライブに行ってからは毎日のごとく筑前さん、千秋先生、そして西村さんの夢を見るんです。一緒に飲みに行って千秋先生がカラオケを熱唱する夢などを見るんですという、これね、これまさ夢ですね。ないですよ、僕がカラオケを熱唱することは。いや、この前ですね、うちの、社長とに連れられてね、うん、カラオケ行きましてね、行ったよね、なんか六本木になんか連れられて行きましたら、うん、ミラーボールガーッと回っててね、そう、で行ったら何しろ千秋先生やだよとか言いながらね、いきなりサボテンの花から始まりましたね、なんかね、それサボテンのとか言いながらいきなり始まって、それでね、うん、キャンディーズメドレーがあるとか言ってですね、これはね、ね、なんか今月西村がね勝手に入れたんですよ、今月の新譜とか言って、キャンディーズメドレーとか言ってね、その長いんだ、十何分、そうで、あれ20曲ぐらいあったでしょ、そうそう、あれ20曲以上入ってるの、西村が勝手に入れたのに千秋全部知ってるんです。全部歌いやがったですね、この野郎ね、もう全部歌ったんですよ。大体僕だってやっぱりね、キャンディーズ世代ですから、うん、やっぱり見て知ってましたけども、うん、10曲ぐらい分かんなかったですよ。あ、やっぱね、サビしか知らない曲とかね。ああ、やっぱね。で、一番びっくりしたのがね、うん、ランちゃんだろうが、スーちゃんだろうが、ミキちゃんだろうが、全部クリアしてる千秋、これが。任して。これすごいなと思っちゃいましたよね。僕、キャンディーズファンでしたから、もう本当の。そうですよ。ね、で、千秋何が詳しいって、キャンディーズのね、ライブアルバム持ってるんですよ。ほいで、バックバンドがスペクトラムなんですよね。そう。そうですよ。そうはい、そう今は、あれですよ、代官山プロの。あの社長さんの、そうそう、あのラッパの新田さん、そうそう、ね、うん、が率いるスペクトラム、ね、がバックで、そしてあれですよね、スティービー・ワンダーが好きなんですよね、そうそうそう、キャンディーズってね、そうで、ミキちゃんが何の曲、サーデューク、そう、サーデュークってスティービー・ワンダーの曲と、ダー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 ってやつですね、ほとんど変わんない曲、うん、エプロン姉さんというタイトルでやってる、ライブアルバム千秋持ってましてね、でそのカラオケ行って、うん、何がまたびっくりしたって、うん、相撲取りの方々がねいっぱいいたんですよ。もうね、僕チラッと見ちゃいましたけど、うん、行っちゃっていいのかな、武蔵丸さんいましたから、ね、そう、それでね、あれもういたでしょ、星アンデス、うん、星アンデスでかい、
ホシアンデスに限らずね、もう相撲取りの人がね、もうでかい山すごい、もうねアフリカゾウでしたね。そうアフリカゾウが浴衣着てね椅子にバーって並んでるかと、これは別に差別じゃありません、うん、本当にでかいんです。そうそしてその横にね女の子が一人ずつこう座ってらしたんですけども、うん、女の子がなんかあの豆みたいに見えましたもんね、うん、すごいんですよ。すごいですよ。だってあのもうなんていうんですか、お店の中がもうあれですよ、あのなんていうの、うん、あの大陸と同じようになってるわけあの相撲お相撲さんの方に向かって山がこうなだらかにこうバーッとこうできてるわけ。それでね、そうあそこね、あそこ10人は座れるのに4人しか座ってないのね、すごかった。いやーやっぱああじゃなきゃね相撲取りになれない、うん、そしてすっげえでげえと思ったら、うん、その後に奥から武蔵丸が出てきて、うん、もうアルプス歩く人間山脈でございましたね。というとね、アンドレ・ザ・ジャイアントはいかにでかかったのか、やっぱねこれですよ、うん、強い人っていうのはやっぱ大きいのかもしれないな、ね、上には上がありますよ。ありますよね、本当に大したもんです。びっくりしました、はい、じゃあここで曲いきましょう。大城光恵さんで以心伝心しよう。